出すなというのはサッカー選手なんで、そういったところであの左のストレート左に発動。解説はカズマさん、そして大森ゆうもすけさん、どうぞよろしくお願いします。ね、ジングアウトして結構上下するんですけど、軌道が読みにくいパンチしてるんですよね。結構振ってきて、そういった意味で、サミダト選手もばかりで、カズマさん10月の試合ですからね。そうですね、やっぱダメージとかっていう、しかも開けずに今日の試合に臨んでいるという、そこで どっか一発で当たるんじゃないかなというのを楽しみにしてます。サウスポースタイルの攻め方に対して、ああいうとんでもない姿勢か、近いレベルですね。そういったところに見てほしいです。ということは今日の試合もこのパンチをもらわずに綺麗な子で帰りたいというところもあるかもしれませんね。レベルでできるんですよ。お箸でも普通に使えるって言ってましたよね。あ、両方ですか。右でも左のでも、左手でもどっちも右手もないですし、まあ、ここからなのかなと思いますサウリア。いや、大本選手はこう、ヒリヒリするような感じはしますね。そうですね、ほんまにこの試合から一気にレベル上がって、この中距離の攻防、もうこれ手出してないんですけど、めちゃくちゃやり合ってるんですよ。そうですね、はい、サミカト選手としては右のね、突き合い、差し合いっていうのが、はい、あれが下がってくるようになると思って、左の攻撃を打ちてくるんで、ちょっと見たつき嫌がってますね。あれは見たつきですね、はい、あのカーフいいですね、あの右からカーフ、うん、あー、ただ、おー、石川いや、近すぎないですよ、周発で。ただ、はっきりと返していこうというところですが、ちょっと返していく。もう小技が、すごいですね。独特の世界観を持ってますね。もっともっと試合できるようになってますね。ちょっと、おー、効いた。でも、ダメージもあると思います。はい、右を返していきます。ガチャガチャ行った方がいいですね。上下ずらした方がいいですね。ずらしてパンチ避けさせて捕まえた方が石川選手チャンスあると思います。いや、大森選手パンチ伸びましたね。いや、いいストレートでしたね。いや、あれをどんどん続けていきたいですね、はい、で石川選手もスイッチできるので、どっちも使いながらぐちぐちにしていった方がいいと思います。はい、この調子は苦労しています。前蹴りを出していく、さらにまたボディー、ボディーラー、そして順番に立て方がここで、ここで飛び込んでいったところで第1ラウンド終了。頭振らしてあげるのが一番いいと思うんですよ。詰めて、はいはい、さあ、ただ第3ラウンドに入っています。お互いにこの速い距離を打っていく、その後のパンチで下げていく。でも落とされてた蹴りがだんだん上に当たるようになってきましたね。これ石川選手チャンスですね。大森選手かなりこの第3ラウンドで2人とも部屋上がってるんじゃないですか。いや、上がってますね。やっぱお互いこう明確なポイント差っていうのはまだついてないんで、はい、ここ取ってしっかり明確ではないと思うんですけど、左を打ち込んでいきました。肩が当たってるんで、あれで結構三角選手にいってると思いますね。2倍は返していきました。でいうと石川選手はめちゃくちゃやりにくいと思ってると思いますね。あ、そうですか。選手は余裕があると思います。ただそこまでのポイント差は、見た目、その石川選手はこう中に入れないところとかどうなった、やっぱ感じ効いたのかなっていうのもありますけど、なるほど、うん、やっぱ出力落ちてきているので、やっぱ距離のコントロールしやすくなっているのは攻め方選手なんで、そういったところで左のストレート、強い、完全に3ラウンド目はもうコンプリートしてましたよね。大森
ずっと蓄積してたんで、はい、あの高さもよく最後まで2秒まで3年お疲れ、おめでとう、おめでとうございます、おめでとう、完璧完璧でしたね、もう100点、もう100点かな、素晴らしい、おし完璧だ、そう気分はどう、でも最高っすね、12月いけそう、12月でも11月でも怪我なめると11月はちょっと勘弁します、倒せるってなった時にちょっと攻めあぐりじゃないですか、もっと簡単に倒せると思うんですよ、だからその方法っていう経験値がまだちょっと少ないから、そこに倒すっていう、これが当たれば、これさえ当たれば倒せるっていう経験値をもっと培ったわけです、じゃあそこを課題に次練習します、そうですね、倒すっていうのは絶対必要ですし、俺らも、俺もっていうか、サラもそうですけど、やらなきゃやられるんで、そうですよね、っていうやっぱヒリヒリ感の中、やっぱそれをやっぱ培っていかないとダメなんですよ、はい、でやっぱそれで、その中でお互いやるってなった中でできて勝ち上がっていかないとダメなんで、ありがとうございます、